桐流大学グリーンアリーナは群馬県緑市笠掛町にある市民体育館である。施設は緑市が所有、運営管理を行っており、正式名称は緑市の条例では緑市民体育館と定められている。桐流大学グリーンアリーナという名称は桐流大学を運営する学校法人桐流学園が取得した命名権によるもので桐流大学の所有施設ではない。 桐生大学グリーンアリーナは、スポーツを通じて、市民の交流と健康の増進、生涯スポーツを振興することを目的に、2009年1月6日に開設された緑市の市民体育館である。主に市民のほか、市や群馬県の関連団体主催のスポーツ大会に利用されている。新体育館開館記念事業して、同年1月17日には、 国士館大学の男女新体操部、前橋工業高校男子体操部、新東中学校の選手らを招いての新体操公開演技会が3月15日にはバスケットボール女子日本リーグ機構に所属するシャンソン V マジックの選手を招いてバスケットボール教室がそれぞれ行われた。体育館の施設には約2070平方メートルある。 メインアリーナと約210平方メートルあるサブアリーナで構成されバスケットボールやバドミントン等の屋内スポーツを行える。これらの施設のほかそう、トレーニングルームや会議室などを完備している。群馬県 HP 緑市民体育館、AB 緑市公共施設、予約システム緑市民体育館、桐流大学グリーンアリーナから施設紹介 AB、 緑市民体育館、桐流大学グリーンアリーナ、緑市、2010年12月31日閲覧、緑市秘書課広報校長係編集、広報緑2009年2月号、緑市役所、ありがとうございます。